入口地球観測センターは埼玉県引群鳩山町にある宇宙航空研究開発機構の施設である。地球観測センターでは極軌道を回る地球観測衛星からのデータをパラボラアンテナで受信し記録する業務を中心に行っている。現在は主に陸域観測技術衛星だ一1 2と気候変動観測衛星色彩に対応し受信データは つくば宇宙センターへ転送している。極軌道を回る衛星に関しては受信できる範囲は施設を中心にして数百キロメートルの範囲のため各宇宙通信所並びに国際協定を結んだ通信所から VPN 通信や記録媒体に記録されたデータを配送してもらうなどの方法を活用したネットワークによって受信が行われている。事前に申し込めば平日の午前 午後各1回行われる見学ツアーに参加できるほか、春秋2回の一般公開を実施している。桜の穴場としても一部に有名である。2009年4月7日、撮影地球観測衛星から送られてくるデータは、記録された後、各種プロダクトとして画像情報に加工され、様々なニーズに応じたデジタルデータとして配布されている。地球観測衛星からのデジタルデータは、 ジャクサの宇宙利用推進本部及び外郭団体から入手が可能である。なお、商用の場合のみ、指摘かつ営利を伴わない場合には、ジャクサのホームページから閲覧が可能である。もともとアメリカ航空宇宙局が打ち上げたランドサットの画像を受信し、それを国土開発や漁業政策、農業政策等に活かすため1978年に設置され、 民間等への配布は考慮されていなかった。しかし、トリック等からデータの活用に関しての問い合わせ等があり、民間への配布を行うことになったものである。このプロダクトを活用して様々な地図が生まれた。ニュートンプレス社の発行する雑誌、ニュートン等やランドサットから見た日本地図や渡辺教具製作所から販売が行われている地球儀 さらには日本放送協会で使われている気象情報用の日本地図等である。ありがとうございます。